皆様こんにちは。政治エンターティメントニュースに関するチャンネルでございます。これから本日のトップニュースをご覧ください。写真拡大、じっくり聞いたロースター近況先報告。テレビ東京系。毎週木曜24時12分が1月16日に放送。やばすぎる。 芸能人のここだけの話大暴露、SP、セクシー女優やタレントの暴露話が多く取り上げられた。昨年会に遊びに行ったことを振り返ったのは、セクシー女優の肌の結衣。当時、明定状態にその状態を友人が動画で撮影していたという。私が泣きながら友達に相談していた動画だったと深刻な内容だったものの、なぜか周囲が笑っていた。 不審に思いよく見ると、水着が半分くらい上がっており、片胸がポロリと出ていったとのこと。ゲストのフルーツポンチ、村上武氏は、ビーチで、ビーチクですね、とコメントして、笑いを誘った。続いて、雪ぽうよ。20歳の誕生日に、お祝いをしてあげるからご飯に行こうと誘われた、エピソードを披露した。どこに連れて行ってくれるのか、相手から帰ってきたのが、 ハプニングバーだったという。彼女の中でのハプニングバーのイメージが、店員の持ってくる料理が爆発。味噌汁に親指を入れていたりするハプニングだったのだが、実際に行ってみると全く違うもの。女性はドリンク無料で飲んでいると、隣のおじさんが急にコンドーム手と、その場で装着し始めたのだとか、その男性はどうしたのか質問が投げかけられると、隣にいた女の子に、 怖いところに来ちゃったと30分で帰ったと E カップのグラドル、春なめぐみはインスタグラムで宣伝すると広告料がもらえるという仕事が舞い込んできたと10回 DM でいら指定されたホテルのレストランに向かった。しかし相手の男性は仕事の話を一切せず上の膝端のバーで話をしましょう。だんだん相手が酔っ払い肘で私の胸をツンツンしてきたり おかしな状況になりはじその後、インスタグラムに載せて欲しい商品があるから渡したいと、向かった先が、ホテルの部屋だった。怖くなり、帰ろうとしたものの、男性が、打ち合わせは、ベッドの上でしようと押し倒されたため、その場から逃げたことを明かした。